皆さんこんにちは。非常識な教室経営コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室集客がうまくいかないときに見直したい7つのチェックポイントということについてお伝えしてみたいと思います。集客がうまくいかないっていう悩みは、当たり前ですけれども、私のところにいらっしゃる方の悩みの一番トップ、ベストワンっていう悩みのものになっているんですけれども、開業初期の方、あとはベテランの方とか、うまくいってたんだけどうまくいかなくなるとか、その方の、フェーズによっていろいろ違うんですけれども、ただ見直したいチェックポイントっていうのは大体一緒なので、そちらをまとめたお話を今日はしていきたいなというふうに思っております。それでは本題に入りたいと思います。まずですね、うまくいかないとき、集客がうまくいかないときに見直したい7つのチェックポイントですね。こちらを先にバーッとお伝えして、後ほどその細かい一個一個の内容を解説していきたいと思います。まず1つ目、自分本位の発信になっていないかどうか。2つ目、お客様の深掘りができていない、未来のお客様への深掘りができていない。3つ目、自分自身の得意、自分自身の特徴の掘り下げができていない。4つ目、コンセプトと業界ポジションの設定、これがうまくいっていない。5つ目、やり方の自己判断。6つ目、実践回数の不足。7つ目、うまくいく人の行動指針に沿っているか。このあたりがですね、全部できてるのにうまくいってないっていうことはほぼないです。全部できてたらうまくいってるはずなんですよ。だからどこか欠けてるかもしれないし、そもそも全部欠けてるかもしれなかったら、その自分を内観して見直すために、この7つのチェックポイントですね、こちらの方ちょっと見ていただければというふうに思っております。では解説をしていきたいと思います。1つ目ですね、自分本位の発信かどうかということなんですけれども、これは本当に教室の先生によくありがちで、例えば新しいレッスンの告知をしたいとかって思うと、このレッスンはこんなところがいい、こんなところがいいとかっていう、自分目線でのそのレッスンの売りとか、教室の売りも含めてなんですけど、そこを中心にばっかり発信しているっていうケースが多いんですよね。で、当然なんですけども、その、サービスとかレッスンを行きたい、受けたいっていう方っていうのは、相手の方がいらっしゃるわけで、その方がなぜそのレッスンを選ぶのかっていうことまで、踏み込んだ状態で発信をしないと、有益なありがたい情報をくださってありがとうって言われないんですよ。なので、コンテンツがそもそも悪い場合にはそこを直さなくてはいけないんですけれども、発信の内容が自己中心的になりすぎていないかっていうのを、自分でチェックできる方はもちろんチェックしたらいいんですけれども、できない場合にはやっぱりコンサルタントとか第三者の有識者ですね、そういう集客のことが分かる人に見直してもらう、チェックしてもらうってことが必要になるケースがあります。自分本位の発信になっていないかということですね。これ特に自分のサービスが、すごく作るのに苦労して思い入れが強すぎる人に多い発信のやり方になってます。こちらが1つ目ですね。2つ目、お客様の掘り下げができていない。これはですね、分かったつもりで分かってないっていう方が結構多くて、私対面でいろんな方の、お話しするじゃないですか。で、集客できてない方っていうのは、大体このあたりが問題なわけですよ。そうすると、私自身がその、その方がこういう人を集めたいっていう聞いてる人と、商品がずれてる場合があるんですよね。で、その時に、今設定してる人ってこの商品欲しいですかねっていうのを聞くことがあるんですよ。要はずれてるって私が思ってるからです。で、この商品この人なんで欲しいと思うか理由を教えてもらっていいですかって、私が見るからにその商品はその方がターゲットにしている人が欲しいと思わないだろうって私が思うからなんですよ。そうすると理由を言えない方とか、言ってる理由が
ちぐはぐな内容を伝えてくる方とかがいらっしゃるんですよね。例えばなんだろうな、そうだな、まあ、いろんな例があるんですけれども、じゃあ例えば自分は土日がレッスンができないのに週末の OL さんを集めるような内容って、これおかしいですよね。土日が自分がレッスンできないのに週末時間のある、キャリアアップをしたい OL さんを、お休みの時に学びましょうみたいな発信って言ったらおかしいんですよ。自分のレッスンが平日しか設定してないのにとか、まあ、分かりやすい例で言いますけどね。そういうことです。だからお客様の掘り下げができていないと、商品とかコンテンツがずれちゃう。これ分かりやすい例ですからね。もっと分かりにくいのいっぱいあって、とにかく私が想像するレベルでこのお客さんこれ欲しいかなっていうことすら分かってないっていう方多くて、まあ、要は興味持ってないっていうことなんですけどね。だからなんとなくお客様みたいなふんわりした雰囲気で理解はしてるんだけれども、本当にその人は一体どういう思いでその商品買うんだろうっていうところまで踏み込んでないケースが多かったりしています。はい、これ2つ目ですね。で3つ目、ご自身の掘り下げです。自分の得意特徴、自分で分かってないことがあります。まあ、ここは定期的に第三者の目を借りる必要があるところなんですけどね。例えば自分の教室の特徴と売りと注目ポイントはこうだって自分が思ってるとするじゃないですか。だけど生徒様に選ばれてる理由が違う理由な時が多かった場合には、その違う理由で選ばれてるってことを自分が自覚しないといけなくて、で違う理由で選ばれてるのそうなのかって言ったら、その言葉でこういう形で私の教室選ばれてますというのを外向きに発信しないといけないんですよ。で当然私も自分自身のサービスとかを作る時には、自分なりきの特徴は自分で掘り下げて自分で作ってます。だけれども、そのギャップがないかどうかは定期的にチェックしてます。例えばそれが私の、コンサルタント、支持しているコンサルタントさんの意見を聞く時もあるし、私のサービスを直に買ってる人に、なぜ私のサービスというか、まあ、コンサルティングですね、それを受けたいと思ったかっていう理由を定期的に聞いてます。当然なんですが、私も成長していくし、その成長に合わせて来ていただきたいお客様の像が変わっていってるんですよね。そうすると選ばれてる理由も変わっていきます。それに合わせてホームページ直していく必要があり、発信を直していく必要があるんですよ。だから成長してない人はまあ同じでいいのかもしれないんですけれども、基本成長してないっていう停滞は衰退とイコールなので、成長し続けると当然出会うお客様とかも変わっていくので、そのチェックを時々しているかということですね。チェックしてないとずれてきます。だから例えばすごく分かりやすい例だと、私現状の私は去年から、コンサルタント養成講座っていうのを持って、私と同じような仕事をする志のある、そういった教室の先生を救いたいっていう人に、コンサルタントとして活動してもらうためのノウハウを教えるっていう講座を持ってます。つまりコンサルタントのコンサルタントです。教室コンサルタントのコンサルタントということは、その方たちがおそらく初心者の方を教えることになるので、私はもう一段上の方に行きます。要はキャリアのある先生かコンサルタントになりたい人を教えるということは、初心者の方を見ないということに一応したんですよ、去年ね。そうすると発信の内容が、開業とか初めの一歩とかそういうものをサイトから今消してってます。その人は私見ないからです。なのでそのずれちゃってるかどうかっていうのも時々自分のお客様に対しての自分の見え方と特徴、何が期待されてるかっていうのは時々チェックする必要があると思います。ちなみに私が選ばれてる理由っていうことで言うと、全方面にわたって総合的に教えられるっていうことが一番選ばれてる理由です。もちろん自分でホームページも作れるし、写真も撮るし、デザインもやるし、
本も書きますし、まあ、そこはライティングの部分ですけれども、その芸術系の右脳系ですね、スピリチュアルの領域もやりますから、でそういう総合的にアドバイスが欲しい方、だから SNS 集客、インスタグラム集客、Facebook 集客っていうコンサルタントじゃなくて、総括的に全部を見て、かつデザインとかビジュアル、そちらが私の得意範疇なので、まあ、男性のコンサルタントとも違う、まあ、だけれどももちろん数字も見ていきますけれども、それを融合した状態でアドバイスできることを期待する方は私のところにいらっしゃいます。それが私が選ばれている理由と自分も自覚しているから、ズレがない人が来ます。ここ結構ね大事なところなんで、まずそこも知っててほしいところ。で4つ目ですね、コンセプトとポジションの設定を間違ってないかどうかということですね。コンセプトっていうのは、まあ、その教室の持ってる概念、つまり誰がどのようになることができるサービスを展開している教室なのかっていう、この概念、コンセプトですね。でそれと業界内のポジショニングマップですね。要は教室業、パン業界とか言っても、そこの中のじゃあ高額講座を主に売ってる教室なのか、安い講座を売ってるのかとか、ファミリータイプなのか、もうマニアックな突き詰める研究肌の人を集めたいのかとか、まあ、いろいろポジショニングとかあるんですけれども、まあ、こちらがずれてきてるとかっていうと当然集客ができなくなります。つまり自分の商品を喜んで買ってくれる人の場所に自分が動くっていうことになります。それをやるときにはマーケティングの用語の部分でいうと 3C 分析っていうのがあって、自社ですね、カンパニー、顧客、カスタマー、あと競合、コンペティターっていう 3C っていう、これを分析した上で、どこのポジションで生きていくかって決めるんですよ。ここを決めないでやってるとずれてくると集客できなくなります。これも定期的に見直す必要があるという内容。時代の変化も結構大きいですね、はい、ポジショニング変わってきちゃう場合がありますから。こちらが4番目。5つ目、やり方の自己判断。ノウハウとかを学ぶのはすごくいいですし、基本的な傾向として教室の先生はノウハウを学ぶのは大好きです。学ぶのはですよここ結構ポイントで、学ぶのは好きなんです。だけれども実行はほとんどしないです。まずそこね学ぶけどやらない、なんか知ったつもりになってほっとする、要は知らないよりは知ったつもりになってほっとできるじゃないですか。ところが動かない分においては、知らない人と知ってるつもりの人ってゼロベースだから一緒なんですよ。ここも自覚してほしい動いて初めてその知識とかノウハウが生きるんですよね。だからまずいや、知らない人よりは知ってる人の方がいい。だけど動いたか動いてないかっていう成果が出るレベルのところではゼロは変わらない。じゃあ今度動いた場合ですね、これは動いてない人よりはいい、動いてない人よりはいいんだけれども、方向を間違えてると、例えばここにゴールがあるのに、よし私頑張るって言ってこっちに走ってたら、ますますこのゴールとめちゃめちゃ遠くなっていっちゃうんですよ。この人も結構多いです。ここなのにこっちに走る、で本人は努力もしてるし走ってるんですよ、ノウハウ知ってるし私これやるわってやるんですけど、そもそも本人のノウハウの解釈が間違ってたら行くべき方向間違えちゃうんですよ。だから解釈を精査して落とし込みをして正しい方向を見つけることができる人なら集客うまくいってるんですよ。だからここはどうしてもやっぱりコンサルとか、それを指導してくれる人の、話に耳を傾けてやるべき内容なんですよね。だからここも結構ね、やり方の自己判断しちゃってる人多いなという印象があります。で6番目、実践の回数不足ですね、はい、頑張ったつもりになってませんかっていうことなんですけど、自分は頑張ったつもりだし、実際に頑張ってるかもしれません。自分の努力の範疇でです。でここで見なくてはいけないのが、業界のやってる皆さんのレベルの普通を知るっていうことが大事で、最低普通やんないといけないですよ。
で自分はゼロでここまでやったらすごい頑張ってるつもりなんだけれども、業界のレベルがここだったら最低そこまで引き上げないといけないんですよ。で集客ができるようになるっていうのはそれ以上で初めて集客できるから、もしここだったらこの幅頑張らないといけないんですよ。だから自分の頑張りは自分の中で自分を褒める分には大丈夫なんですけれども、正しい普通という水準を知った上でそれ以上に頑張るっていうことをしないと、まあ頑張ったつもりがうまくいかないっていうことになります。そして勝手に落ち込むみたいな、これすごく多いですよ。すごく集客頑張ってるんですけど全然できませんとか言って、どれぐらいやってるんですかっていうと、まあ、例えば週1回のブログ発信かインスタ発信、月4回みたいな私が知ってる頑張ってる基準って毎日当たり前なんですけどっていう、もうすでにこのギャップなんですよ。毎日当たり前なんですけどの基準があるのに、4回しかやってないのに集客できてないって言って、挙句の果てには集客できてないから落ち込むとか言っちゃうわけですよ。だからレベルを知ろう普通のレベルを知ろうっていうことですよ。まず普通のレベル自分で分かんなかったら、やっぱりねコンサルとかそういうのを知ってる人に聞かないとダメです。だから頑張ってるつもりが、いや頑張ってないですからって言うと話は簡単で、最低限頑張ってる普通までやるっていうことなんですね。だから普通のレベルってどれぐらいなんだろうをまず自覚する必要があるんですよね。だから頑張ったつもりになってませんかっていう話が実践の回数不足で6番目です。で7番目、うまくいく人の行動指針に沿ってるかって、まあ、ちょっとですね6番目にも似てるんですけれども、自己流なんですよね。だいたいうまくいかない人って自己流なんですよ。でうまくいってる人の型を真似るの方がいいんですよ。でうまくいってる人って、まあ、どういうふうにうまくいってるかっていう外から見える分しか分かんないですよ。だけど行動分析してれば、例えば発信してたら発信の回数、内容、どんなホームページ作ってるのか、でどういうお客さんがいてるのか、それぐらいは外から見ても分かりますよね、うまくいってる教室だったら。なのでそのうまくいってる人の、まあ、真似したい人ですね、アルパクリとかいう意味じゃなくて真似をしたい行動指針です。それを自分も同じようにできてるかをチェックしてほしいんですよね。これを守るということです。で、大体うまくいってない人ってこれ守ってないです。まず何しろそういうベンチマーク的な人を見つけてないっていうのが一つと、その人と同じ行動量までまずやってみようっていうチャレンジをしていないっていうのと、自分なりきり勝手に楽な道を選んでいるということなので、うまくいってる人は言ってる要因があるんです。うまくいってない人は言ってないことをしてるんです。だからその違いを知ってやる。だからここに自己流とか自分の思い込みとか、自分で自分をすごく曖昧化しちゃってるとか、そういうところが、その人と違うっていうところを知った上でやるかやらないかなんですね。でその際には 4D 言葉っていう言葉がありまして、4つの D ですね。 D です。でも、だって、どうせ、だからとかね、これ言ってるうちは全然動けないから、まあ、この言葉は封印した方がいいでしょうっていうところですね。なので結局うまくいってない人って自分で判断しちゃって、自分で自分を楽にしちゃって、そしてお客様の方をあまり見てなくって、自分のことも分析できてなくって、業界の立ち位置も分かってなくって、発信量も少ないみたいな、大体そんなケースが多いです、まあ、今言ったのが全部やってると、もう確実に集客できませんよねっていう雰囲気なんですよね。だから大元の話を言ってしまえば、今集客できていないとすれば、その状況を作ったのは過去の自分の行動なんですよ。で、過去の自分の行動がどういうことをしてたのかはやっぱり振り返る必要があって、今言った7つのポイントどんだけできてたかっていう話です。で、未来に向かって環境を変えたかったら、今言ったこの7つのポイントをチェックして修正と調整をした状態で未来を作っていくっていうことができるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということでまとめにいきたいと思います。教室集客がうまくいかないときに見直したい7つのチェックポイントです。1つ目は自分本位の発信を見直す。2つ目、お客様の深掘りができていない。
3つ目、自分自身のご利下げもできていない。4つ目、コンセプトとポジショニングの設定を見直す。5つ目、やり方の自己判断。6個目、実践の回数不足。7個目、うまくいく人の行動指針に沿ってるか。このあたりをチェックポイントするだけでもだいぶ行動が改善されるはずなので、ぜひご参考にご活用してみてください。それでは。